それでは映画評論家、松山智博さん、日本に長期滞在中ということで、3週連続でスタジオ生出演でございます。こんにちは。こんにちは、はい。どうもこんにちは。はい。お願いします。お願いします。松、はい、山さんね、あの、日本に引き留めてる理由の一つ、うん、私もありますからね。そうなんでしょうね。あさってが沖縄映画祭。沖縄映画祭ですね。そうです。はい。 僕も毎回行ってますから、もう回全部行ってますどんな感じなんですかなんか賑わってますよ、いろんな地元の方もいらっしゃいますし、いろんな映画関係者の方もちらほらといたりとか、なんか映画に初めて触れ合う、触れ合い方とかも教えてもらえるみたいな感じで、いろんなお年寄りの方とかも来てます、ああ、地元の、前は山ちゃん、ど僕はでも、レッドカーペットを歩いてみたり、ちゃんとなんかタクシーとか、なんかね、巨人の衣装を着てね、 僕の巨人のアフレコやったんですよ。えなんか前あの。何のこと映画のね。なんか映画でね、なんか。何の巨人巨人役だ。なんか。なんかの巨人。のんか、巨人最近多くて。本当ですね。いろんな巨人です。どの巨人ですかえっとね、あの、ジャックと豆の木のアフレコをした。あの巨人の声やったから、それで。 ボボロの服着て歩いたりとか、あそんなんでいいの、レッドカーペットって、なんかね、なんか、ラフなレッドカーペットでした確か僕はなんかね、ただ公演するだけなんですよ、レクチャーみたいにやるんですけど、それでレッドカーペットって変じゃないですか、あっ、確かに、まだ着ようかと思って、松山さんもレッドカーペット歩かれるんです俺、ただ公演するだけなレッドカーペット行けとか、レッドカーペットって、なんか作品出品した人が行くもんですよね確かにそうですよね、なんか作品関わる人とかがね、そうそう、全然かかってないから、くのも悪いなしかもヤ山さん、結構ね、あの芸人さんが主に歩くんですよ、あそこ。 ああ芸人さんみんな蝶ネクター得意じゃないですかいやそれはもっとでっかいでしょこんなやつね蝶々の形本日の主役みたいでしょはいはいさすがにそんなんじゃないそんあそ本当に芸人さんちょっと古いじゃないですか古い昔タモリさんってタモリさんで昔蝶ネクターって知ってます芸人だった時いやそれはちょっと申し訳ないはいしかも蝶々の蝶ネクターだったんですよあちゃんと蝶々本当の蝶々本当の蝶々だったんよどのくらいの昔ですかえっと噂のチャンネルとか出たことですねデビュー当時のタモリさんですねまだ完体の頃ですか まだ団体の頃ですよ。アイパッチやってた頃ですよ。あの真ん中わけじゃなかった頃か。なんかそう不思議なわけ面だった頃ですね。そう蝶々のネクタイで売ってたんですよ。関係ないですよね。これまさか町ちさんか。あい。イトカワだと蝶々で行かないですよ。行かないですよ。あの T シャツにあのほら蝶ネクタイが印刷してるやつ。ああいうあいうでやと思って。ファンシーティシャツで。ねなんでットカワで行かないかね。 本題出ちゃったね、町山さん、僕とその沖縄国際映画祭で、ここでもね紹介していただいた、あなたを抱きしめるまでの上映と、その後の町山さんが講師で、アイルランドのね修道院のあなたを抱きしめるまでっていう映画があるんですけど、あれ、今、ここで話したがいいのか、そこで話した方がいいのか、わかんないですけど、原作と映画が全く違う内容なんですよ。え そうだったんですか全く違わないんですよ、原作あの映画見ました、はい、あれはほらあの、ジャーナリストがずっと調べていく、珍道中になってるじゃないですか、おばあちゃんと一緒におばあちゃんの行方不明になった子供を探して歩くじゃないですか、原作のは、あのジャーナリストがあの取材を終えた後に書いたものなんですよ、ほうん。うん、だから事実関係はただ普通に並んでるんですよ、原作は。原、うん、在,在系じゃないんです、<え>私はこういうふうに取材に行って、あの修道院に行って聞いて、こうなって、こうなって、ああなって、あ,あなってなってないんですよ。<ー>そう 原作は本当にただのジャーナリズムが書いた調査報告みたいな本なんですよそれを映画にするときに、うん、そのジャーナリスト自身の取材の過程を映画にしたんですごい違うんですよ。 そうでしかも原作ってこんな暑くて、うん、だいぶ暑いです、ね、だいぶ暑くて、半分以上があの、行方不明になったあの男の子が、うん、アメリカでどのようにして生きてきたかってことはびっしり書いてあるんですけど、うん、映画版の方は、<ー>逆にその主人公の著者であるジャーナリストが、うん、最後にの方で、やっとその男の子の、うん、なんとか、アメリカでの人生にちょっとだけ触れるようになってるから、ほとんど出てこないんですよ。うん うん、全然違う。うん、だ、その、<ー>そういう話をちょっとしようと思います。えーえー、いはい。<れ>いや、で、しかもね、いい映画でしたよ。すごい泣ける映画なんですね。はい、あなたを抱きしめる映画で、あれ、うん、もうすぐ公開ですね。 今週か日本でも公開できそうですね、さあさあさあ、はですはまたなんか、パルムドール賞受賞作品とそうですね、カンヌ映画祭というのはフランスの映画祭であるんですけども、そこでグランプリというか、最優秀作品に選ばれた、パルムドールという名前になってるんですけどね、映画で、アデル、ブルーは熱い色っていうタイトルの映画ですね、これ、フランス映画なんですけど、これをちょっと紹介しようと思うんですけども。 ええー、まあ、関連野菜っていうのは、まあ、アカデミー賞と並ぶね、はい、あの、グランプリっていうのは、まあ、その世界的権威の映画なんですけども。うん、この映画は、その、世界的に大問題になったのは、レズビアン映画で、うん、しかも、その、まあ、いわゆる。女性同士の、その、エッチシーンが延々と続くんですよ。うん、ええー。それは、もう、そういうエッチな映画じゃないですか。そう、エッチな映画だと思うじゃないですか。うんうん、しかも、その、あの。女性の、その、なんていうか。 あの <laughs>、あの、あああそこまで <laughs> あれとか画面にバーンと出てくるわけですよ、日本版だと出てこないですけどね。 日本版で。もともとのやつは思い切って。もともとのやつは思い切出てきて、ただ、あの、本物じゃなくて。あの、こう、ラテックスっていう、こう、ゴムみたいなものがあるじゃないですか。あれで作ったものが出てくるんで。あの、大人の、おもちゃ屋さんに売ってますね。ちょっと、本当になんか、町山さん。が中学生がエロを見つけたみたいな顔して。こんなんだって、こんなに嬉しそうな。いや、日本だと、やっぱり、それもダメなんですよ。ああ。なんか出てこないですけどね。専門とはいえ、専門とはいえ、ダメなんです。 出てこないんですけどもだからそれですごいセンセーションになったんですよ、それ、の映画じゃないそんな映画みたいな話で、でまたこのちょっと髪の毛が青い、そうなんですよこのの子子が女これがね、エマっていう女の子っていうかね、女子大生なんですけど、髪の毛の青い人がですね、その髪の毛の青いエマに恋をするのがアデルっていう主人公のヒロインの女の子なんで、タイトルが、アデル、ブルー、熱いよっていうタイトルになってるんですけどもね。はい でね、この映画ね、すごい不思議な映画だったんですよ、見たら、うんあのー、多分日本の普通のドラマであるとか、映画であるとか、そのハリウッド製の映画っていうのを見た人からすると、な、うん何だろう、これ、うん、普通、これで映画なのみたいな感じになってくると思うんですよね。っていうのは、あの画面のほとんどがですねクロ,ーズアップクローズアップっていうんですけど、このぐらいの顔全体が映ってるカットで、前の風景とほとんど見えないんですよ。アア、うん、<ー>アッッッププ、ね、プななんんんででですすす、うん、時時間間それなんですよ人のアップが続くんです えー、だこれ、え映画なのみたいな感じなんですよ、うん、でしかもそのものすごい、そのなんていうか、このぐらいの距離、1メートルぐらいの距離で撮ってるから、うん、本当にこういう感じですよ、<あ>うん、もうこれで俺と山ちゃんがこの距離で3時間耐えられます、うん <laughs> 本当ですね、それはちょっと、近いな距離感がでもそれでストーリーとか入ってくるんですか、だからこれはすごいなと思って、普通に人間が生活してる中で、この距離ね、1メートルとか50センチ、さっきずっと山ちゃんと俺も、キス寸前ですけども、これで、でも、恋人同士でも、ちょっとはいますよね、1時間ぐらいは、3時間いないでしょ、3時間はちょっとね、3時間、その人と50センチぐらいの距離にいることってないんですよ。もく 体験したことのない体験ですねここのの映画アデルって女の子が主人公なんでその、うん、ずっとそのこの女の子と、まあ、1メートル以内の距離でずっと顔を見てる感じなんですよちょっと圧が強すぎて<ー> <laughs> 息が荒れなそれぞれの顔のアップの時は相手の気持ちになれるんだそう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 ,そう,そう相手の心の中に入ってくような映画なんですよ不思議な映画ですねへ<ー>、はい でこれはストーリーは、ねまず高校生、女子高生のそのアデルちゃんが、普通に学校に通ってんですけど、バス乗って、まずそのまあ学校で素敵な男の子から告られるんですよ、この子自身はすごく勉強家で、学校の先生になりたいんですね、子供が好きで、小学校の先生になりたくて、そのための勉強も一生懸命してて、授業ではそのフランス文学を勉強してて、それもだから退屈そうに聞いてたりとか、訳あがんないとか、そんなんじゃなくて、もう一生懸命勉強してる、すごくいい子なんですよ、アデルちゃんは。 でその彼氏ができてで、ね、彼氏の方もそのフランス文学とかが好きで「危険な関係」っていうそのまあ小説があるんですけどその話とかをしてこう盛り上がるんですけども、うん、でイケメンなんですよ彼は、うん、でうまくいくのかなと思って「好き好き好き」って言っていくんですね彼の方が、うんうん、でまあエッチするんですけども、うん、なんかねなんか違うって感じなんですよこのアデルちゃん<ー>エッチした後それ彼も気づいちゃって、うん、よくなかった ねえよくなかったって、最最悪それいて一番いけないやつですね、本で読んだ、本で読んだって、あ,うん、ってあなた、その年で、どうして本で読んだ知識なの、<laughs> <laughs> それはまずいでしょ、お二人で近い距離でってる、なんで本で読んだ知識なの、<laughs> 俺、今ね、こんな俺が町山さん、はしゃいでる距離50センチぐらいだから <laughs>、うん、お互いが言、ね、口がぶつかりそうになっちゃう恥ずかしい距離で今、はしゃいでる <laughs> <laughs> ねうん、彼女のほうとしてはすごく困るんですよ、いや、そんなことなかったわって、ちゅって,チュッてしてあげるんだけど、はい、でもなんか違うんですよ、違和感が、うん、え、こんなものなの、こう言って、うん、っていう感じで、うんうん、ところがその、えー、道で偶然会ったその青い髪のお女の子っていうか、まあ、女子大生がいて、二十歳過ぎのね、うんはい、でこうなんていうか、スタジャンじゃないな、この場合、ね、あれか、えーと、デニムのジャンパーですね、ジージャンですね。あ,ーあのー はい、やあのワイルドだろうと、スギちゃんが着て,てるようなやつを着てて、<laughs> はい、要するに男の子みたいな格好してて、はい、ちょっとなんか不良っぽいの、ね、で髪の毛もちょっとショートカットですもんね、そうそうそう、うんで、その子のことを頭から離れないんですよ、このアデルちゃんは。一瞬見ただけでも、ねそう、でもなんでだろうってのは分かんなくて、で悩むんですね、そて あの私なんかあなたじゃない感じがするのってって、まあ、別れるんですけども、も、うん、それからこう悩んでるうちに、この,あの髪の毛の青いですね、えー、エマさんですね、女子大生だから、うん、美大生なんですけども、うん、と出会って、2人で恋に落ちて、そのまあレズビアンの,その女同士のエッチをして、であこれこれだったのねっていうに気が付くというです、ね、うん、いう話なんですよ、うん、でただ、その彼女、そのエマとそのアデルがそのまあエッチするまでに1時間ぐらいかかるんですよ。え この映画3時間もあるんですよ最初の1時間でやっとこの2人があのなんていうか好き同士だってことが分かるっていうすごいゆっくりした映画なんですね <へー S 1> その代わりものすごくじっくり見せてくんですよすごいじっ,じっくりじっくりじっくり見せてくんですよあの人の顔とか心をだから普通映画ってなんていうかストーリーを物語を楽しむとかあのまあアクションを見るとかあの風景を見るっていう映画じゃないですかこの映画はそうじゃなくて1人のこのアデルっていう女の子の心を見ていく映画って へぇ、見る方にいろんなもの、難しくないですか、見方として、見方としては、だから本当にこの子は何考えてるんだろうって考えなきゃならないですね、例えば、だから説明ないですから、すごく要するに、ある別れのシーンがあって、別れた後普通別れて、わーとかなんか、日本だったら親友に電話してとか、お菓子食べながらとかま分かりやすい行動に出すよね全然違ってて、この女の子はその後学校の先生になるんですけども。 あの別れのシーンがあったと学校でで働き続けるるシーンがるんですよ、うん、ずっと学校で子どもたちにこう授業を教えて、一生懸命その、えー、子どもたちと会話をして、にこにこしながら、うんあの、よくできたわねとか言ったり、で最後にです、ねまあ、同僚とも話して、それであの子どもたちを最後の時間にその、お母さんたちを迎えに来るから、うん、じゃさよなら、また明したねってって、うん、子どもたちが出てった後と、教室で椅子に座った途端に涙がぶわーっと出てくるっていうような撮り方をするんですよ。 ほー、す感情が。そう、だからここで振られ振られた別れたって言った時にそれで別れてぐちゃぐちゃってやらないで、すぐに次の翌日のシーンに行って、しかも翌日ずっと働いてて職場で、それ職場の一日が終わるまでずっと取るんですよ。はーでもある意味リアルかもしれないね。リアルでしょ。そういうことってないですか？うん、そういうことってあると思う。あるでしょ？あると思う。あるでしょ？うん。すっごい辛いことがあって。うん。 彼女と別れたとかそういう時に、でも翌日会社だとか、翌日学校だって、でもそれでもみんなに分からないように普通に過ごして、ねでも感情、内側にずっと押さえつけたまま、バイバイとか、くだらないギャグとか言ったりして、でふとそれが終わって一人になった瞬間に、ワーっと涙が出てくるというようなことはあるでしょあるある、山ちゃん。俺は瀬戸大橋泣きながら走ったことあるもんね。 だからそういう演出をする映画なんですね。私の友達も結婚するとまで言ってた人が、実は二股だったということが分かって、その翌日に、彼女はディレクターだったんですけど、私のロケをきちんと差配して、急出しとかしてくれて、それ全部終わってから夜泣いてましたね。 はあ、ものすごくと特定できるような状況ですね <laughs> いいんでしょうか、<laughs> この人は。<laughs> 本当にこの人は <laughs>、少し考えたほうがいいと思いますけど <laughs> そ、そうですね、そうですね、絞られますね、でねこの映画がまたねまそう、そういうじっくりしたその人物描写とともに、すね、うん、すごいなこの女子高生なんですね、このアデルちゃんがが。 映画の最後ににはもう25、うん、になるんですよつまり高校からそのまあ大学入って教職取ってそれであの1年2年学校で働いてっていうだから6年ぐらい経ったんですよでこの女の子自身はそのアデルアデルちゃんというのはねこの人に実名がアデルなんですけどえアデルエグザルコプロスっていう名前の子なんですけどもこれまあギリシャ系の名前ですね で19歳なのに25歳ぐらいまで成長するのをじっくり描いてるんですね、うん、で最初はやっぱりただの女子高生なんですけども2 5五六の顔に最後はなってくるんですよ無理なく無理なくなって演力、えー、これはすごいですね、えー でこういうふうに演技させるためにこの監督がねかなりねひどいことをしてるんですけれどもえとまずこのえと主人公の女の子っていうのはあのこれ原作は漫画なんですねフランスの漫画で,でフランスの漫画っいうのは日本と違って非常に地位が高くて文学みたいな地位にあるんですけれどもそれをまあ映画化したものなんですけれども主人公のキャラクターの名前はアデルっていう名前じゃないんですよ、そうすると役になりきれないということでアデルっいう名前にアデルっていう俳優の名前に変えちゃってるんですね、ヒロインの名前を。だから だから赤江さんとかがあのドラマに出た時に、うん、要するに赤江赤ま玉と本名に役名されちゃう感じ、はああー 自分の名前が役役名にされちゃう感じ、変えちゃうんだ。役名をそういうふうにされちゃう感じなんですよ。人もそれ共演者の誰共演者誰ですか男の人。そうですね。やっぱ西島さん西島さんですね。西島さんがそのドラマの中でタマちゃんさ、わタマちゃんって言ってくるんですよ。最高じゃないですか。タちゃん好きだ。なるほど。えちょっとちょっと待ってさい。マチマさんそんなマツで言われてるちょっとマチさん大分前前のめりなって言いましたもんそうそうそうおかしくなっちゃう自分が演技してるのか。なるほど。なんなんか分かんなくなってくる。 ああなるほど、やっぱ本名っていうのは、それだけのものがありますね、そうでしょ呼ばれ慣れてるしね、これでやられるると精神おかしくなるんでですよこれれやられたから、このアデルって子は、はい、確かにその中でその恋をしたり、捨てられたり、いろいろあって、ある年齢をね、経ていくんだけども、うんうん、撮影が終わった後ね、ひどい撮影だったわっって言ってるんですよ。<laughs> これ、監督はね、アラブ系の方ですね、アブデラティフ・ケシュシュっていう人で、フランス人ですけども、チュニジア出身の人なんですけども、この人は徹底的に俳優がその役の中に入るように、まずセリフは読まないと、セリフとかシチュエーションは全部俳優の中に入れといて、シーンとか、それでもって、役を演じるときはセリフを読むんじゃなくて、完全にその役に入って、自由にアドリブでやらせてるんですよ、会話を。 じゃあもうちょっと自分っっぽい言葉になっても、OK、自,分そう自分の気持ちでやってる、えー、相手もそうなんですよ、は<ー>だからこれ、演技ってもうよりはもう,もう生身の人間になってやらされてるから、でしかもものすごい、なんか800時間かなんか撮ってるんですよ、全部、えー、<laughs> それで3時間っていうか、800時間撮って、それ凝縮してるんですよ、だからもう、このシーンはあなたとあの、あなたがここでいろいろあって、別れるって、うん、こういう流れなんでやってくださいってやらせるんですよ。えー それはしんどいです,ねしんどいですよね。自分たちの心が全部こうな、の外側に出てくる感じなんで、ぐちゃぐちゃされるんで。俳優たちはみんなもうブブたれて、あの。関連映画賞取ったりしてるんですけど、すごい、もう女優としても評価されてるんですけど。地獄のような撮影だったっ。<laughs> 心をボロボロされました。って言うんですけど、じゃ、もう一回コム監督、守護かけたら、ちょっと。はい。そういう例は日本映画でもよくあります。はい。ああ、そういったに名前出しませんが。ある私の、あの、非常に親しくしてる。 映画監督は、本当に女優を愛して、映画を撮ったんですけど、撮影が終わったときに、もうあんたとは二度と会わないって言われた映画監督いますが、具体名前出せせまんが誰なんだろう、映画って大変だなと、そうですね、自分の心全部えぐり出せみたいなでこのまた役割もね、レスピアンの役って、また自分に全くないものを自分を通して出さなきゃいけないってのそうこれ、大変なことですよ、これ、だもうなくても、ここまで親密にやって、どうツに顔近づけて、好きだろうなんだやってたら、やっぱり好きになっちゃうじゃないですか。 そううでしょね好きだけど、ここからはい喧嘩してって、いう自分たちで相手の憎いところ行ってって言わせるわけですよ、互いに。これね、ブルーバレンタイン大学もそうやって撮影してるんですよ。あのブルーバレンタイン、いい恋のね、いい時と悪いと見てらんないって、いうあれも全く同じ撮影の仕方で、二人のなんかになるように密室に閉じ込めて、ずっと互いの悪口を言わせてから、本番撮ってるんですよ。 <laughs> そんなとこまでさせられるんですかだからね、日本の映画にかけてるのは、やっぱりみんなセリフ読んだように見えるんですよ、<ー>でもやっぱりアメリカやフランスはそこまで演技っていうのはいってる、<ー><ー>すごい世界になってますね、<ー>はい、だから、役者みんな、ボロボロになりますけどね、そうでこれ、面もいのは、このアデルちゃんっていう子はね、うん、なぜその、まあ、オーディションで受かったかっていうと、うん、あの口元がちょっと開いてるんですよね、この子ね。 確かに写真<う>どの写真見てても開いてるスパゲティを食べるシーンがあるんです、この映画の中で、お父さんとお母さんがいつも、ね、スパゲティミートソースばっかり作ってるんですよ、この,このうち。うんうん、で、スパゲティを食べると、画面のドアップでもってその、大スクリーンで見ると、口元の、その、 スパゲティ食べてる感じがもうすごい大写しになるんですけど、はい、この子ねスパゲティを食べるとき巻かないんですよフォークに、えー、変な話をしてますがだからベローンとこう麺が垂れ下がった状態で口に入れるから、うん、口の中からこう麺がベロベロベロって出た状態になるんです、ねえー、ちょっとあんま美しくないですねそう美しくなくてぐっちゃぐっちゃ食べるわけですよ、えー、それがもう画面いっぱいになるんですけどもうん、うん、それがいいっつって監督にこの子は選ばれてるんですよえあそうなんですかそうなんですか そんな食べ方する感じの役の方がいいそう,そう,こ,のうちこのうちは労働者階級の子なんですよはあ<ー>でそういうエチケットとかなくて家でもやっぱりスパゲッティ,<っ>ッティミートソースを食べてるうちってあん,まりあんまりいいうちじゃないって考えがあるわけですねフランスに<ー>でこの好きになったエマのうちに行くとご馳走されるんですけどお父さんとお母さんにする、うん、ともらうのが出て,出てくるのはいきなり生牡蠣ですよ綺麗にオードブルの皿に盛られた生牡蠣<ー>こんなでっかいのが いいいいととここののやつなんでですよ、えーはい、で出されたらこのアデルちゃんはお呼ばれしてだ、まあ、生ガキ出されたんだけど食べられない食べたことないからって言うんですけど高校生ってのは親が出したものしか食べてないじゃないですか確かに親がやっぱり生ガキの出るような高級レストランに連れてってないってことを意味してるんですよ。<laughs> あもうその食自身だけで環境が出るんで,す、ね、で環境分かるんです読み取らなきゃいけないんですそう、それはね、読み取らなきゃいけないんですよ、そういう映画なんですよ、このなんていうか、貧富の差みたいなものっていうのが出てくるんですね、それで今度はアデルちゃんがエマちゃんを、えー、と家に呼んで、今度、ごちそうさせると、また親がまたちょっとセンスがない親でね、スパゲティミートソースを出すんですよ。たたし 酒で水を出すとお客さんに出すもんじゃないですよ小学生じゃないんだから大人になってあまり出さないから出さないですよそんなねそしたら今度は恵麻ちゃんは食べ方が綺麗なんですよちゃんと巻いて軽く巻いて口の中におって入れるから口の中のものは見えないその芯もアップになっててそうで差ができる差が分かるというねへえ こういうとかね、すごい細かい演出でね、これ、事前にこういう説明ある程度知っとかないといきなり言ったらもう、いきなりっなんでこの人たち、このスパゲッティの食べ方汚いのって思っちゃうんですよ。スパゲッティの芯な、げえなそうそうそう。放送で入ってんのかなパスとね、そういう映画もありますが、そういう映画もいっぱいありますが、そういうことはないみたいなんですけど、というね、3時間、そういう顔だけの情報なんですけども、まあ見ていくとね、ただ、顔だけなんで、 楽,非常に楽に撮ってるのかなと思うと全然違ってて、よく見ると、すべての画面に青い色が映ってるようになってるんですよ、これもすごいんですねタイトルも、ブルーは厚色ですけどそうで服が青かったり、もう非常に細かくペンが青かったりですね、うん、もう細かーく青い入れていくとかね、うんで、計算された画面作りなんですけど、そうは見えない、ドキュメンタリータッチのように見える まあ技術的にもすごいしね、男でも女でも、レズビアンの映画って言ったら関係ないというところがあるんですけど、一人の,その女性がそのまあ17ぐらいからその25歳になるまでの,そのいろんな恋とか、そういうことで成長していくってことに入っていくっていうのは、そういう人の心に入っていくっていうのは、めったにない体験ですから、なかなかね、いいですね若くなりまらね、17、18、17、8の心に、ねえそう。でも切ないよ。 ああ<ー>、いいじゃないですか。切ないです。そんななかったでしょう。はい、えそんな自分の経験、まるで、あの頃のあの切なさっ言ってるけど。あるんですよ。誰でもあるんですよ。そうですよ。えー、あなたはないんですか山,山里、ないんですか 切ないという感情が。誰でもあります。博士、切ないって何ロボットになるんじゃないよ。切ない、胸キュンとするような気持ちとかね。それはもう男とか女とか関係ないとこなんで、というとこで、まあ、あのこれはいいですね。ちょっと見たいですね。アデルブルー厚い色という映画でもうすぐ公開ですね。はい。アデルブルー厚い色ご紹介いただきました。町山さん、ありがとうございました。玉虫。